あの人は常に孫悟空と戦っている。でも最下手がいればきっと間に合う。必ず助けてみせる。ここでしんがりを買って出るかよ。色男だね。猿に言われても嬉しかねえな。返すぜ。俺の活躍期待してな。おっと、遊びすぎちまったか。一時退散だ。また来るぜ。そそとしたまるで天なぜでしょう。あなたのこととても強度に取り組む。逃げられてしまいましたか。お嬢さんの仲間は孫悟空が操る。奴を倒せば正気に戻るはずだ。はい、待っていて、みんな。よし、身は果たされた。いざ、邪法を打ち破らん。すごい、なんて大惜しい。見事にございます。なんと勇壮な戦術。私の知略に勝てると思いか。ヨモリ様、参りましたぞ。人間どもを叩き続けばよいのですな。お願い、引いてください。いやいやいや、みんな警戒を怠るな。背後からの奇襲に備えよう。ここは任せて。寂しいイノシシ。Yeah!
失い月に吹き荒れるか。風は何者にも縛られない、ただ戦場を吹き渡る。まあとはいえ迷惑なんでな、退場してもらおうか。再登場だぜ。さーて、こっからが本番だ。ダメ、これ以上はやらせない。やられちまった。すまねえ、おっさん。ここは、俺は何をやっていたんだ。ああ、みんな元に戻ったのね。よかった。では、俺はどう受ける。人の心をもてあそぶ、あなただけは許せない。
が一人邪行に惑わされなかった。きっと強い疑心をお持ちなのでしょう。義という言葉はよくわかりませんが、私はただ強く願っていただけです。みんなを助けたい。義に煩わしきことよ。よし、お疲れさん。